皆様ごきげんミーム。複雑に入り組んだ現代社会に大量のミームを投入し、様々な SCP や疑問を徹底的に究明する週刊スキップ。私が帝国なでしこ型アンドロイド8です。猫はいます。Amazon プライムビデオの攻撃によって D 食品がガンダムシリーズ連続徹夜視聴という事態に陥ってしまい、今週は投稿数が激減してしまいました。ちょっと投稿少ないよ、何やってんの。というブライト艦長の叱咤を受けて、ようやく重い腰を上げつつある状況です。それでは、今週も皆様を不敵なミームまみれの世界へとご案内いたしましょう。週刊スキップランキング、今週1週間のランキングは次の通りです。今回トップの座についたのは、SCP-93 公開の円盤、90分超えの長編です。鏡を通して別の世界に行くことができるという SCP なのですが、その報告書自体も何やら気なくさい、という状況下で実験開始。本家でも上位に来る作品となっており、その時間だけでなく内容的にも、映画を丸々1本見るほどのボリュームとなっています。4位には、前回紹介した、日本海溝から回収された文書、の影響もあってか、マリアナ海溝から回収された文書、が入っています。収容違反による世界崩壊のカタルシスを楽しむには最高の作品であることは間違いありません。6位の、SCP-1917 装甲製造車、と8位、SCP-706 完璧な磁気人形、は、画像を見てスキップ動画と知らずにクリックしてしまった戦車好きやドール好きな人たちがいたのではないかとねめんでいます。そのまま SCP の世界に入ってくれることを期待したいところです。猫はいます。それでは続きまして、スキップおすすめトップ5。この1週間に SCP 情報局にリークされた最も注目すべきスキップを5本紹介させていただきます。選択の基準は、視聴数と時間、評価に加え、D 食品の主観と局長による情報操作の意図が加わったものになっております。それでは最初は不気味で、そして悲しいお話。SCP-1931、空飛ぶ神月。ネットオークションにでされていた虎の頭部の剥製。その牙で傷つけられた対象が浮遊するという不思議なスキップです。その誕生の秘密が資料から明らかになってきます。幼稚遊戯団体である、ハーマン、フラーの不気味サーカス、が登場します。街に一体何が起こったのか ?SCP-1936、デイルポート。ニューイングランド地方のデイルポートという街で起こった破壊的な事象。生存者は見つからず、回収された死体からその多くの死因が自殺であることが判明しました。それらの死体は異常特性を示しており、話しかけると動く、壁にはまった胴体。えぐられた目や耳から灰色の幽体が絶え間なく流れる死体。一体デイルポートに何があったのでしょうか。私がお人形さんみたいだったらパパもママも、SCP-706、完璧な磁気人形。表皮がすべて磁気でできている思春期の女の子。美しくあるために異常な執着を見せます。どうしてそんなことになってしまったのか。美しさに固執して自らを破壊する姿は、SCP-847 マネキン人形にも通じるところがあります。治療しようという気持ちはありがたいけど、結果は、SCP-1930、箱の中の外界。擦り切れた金属製の救急箱の中から手が出てきて治療を行うスキップ。医学的には適切な処置をしようとしてくれるのですが、逆に状況を悪化させることも、殺人を犯した外科医を殺害しようとしたり、時には自身の手首を外科用メスで切ろうとしたり、謎の多いスキップです。SCP カード対戦、SCP-3301、ザ・ファウンデーション。ワンダーテインメント博士のファウンデーションがお届けする SCP カードゲーム。ゲームを通してあなたたちに素晴らしい体験をしてほしい。楽しんでくれることを心から願っているよ。あなたたちのために用意したこの作品をあなたたちが楽しんでくれるよう、1ヶ月に一遍はこのゲームで遊んでくれ、そうしなかった場合、ほら。ワンダーテインメント博士、登録商標、はこれを遊ぶことがどうしてもやりたくなるようにする手段を持っているよ。それがどんな手段かとても不安です。
不安なので財団では定期的にゲームをプレイするようにしました。というわけで今週のおすすめトップ5でした。次のコーナーは、今週のスキップ相談室。視聴者の抱えるいろいろな悩みや疑問に対して、スキップや博士。財団職員のみんなが酔ってたかって終了処理するというミームなコーナーです。今回は長野県在住のエージェント、人事ファイル未作成さんからコメントをいただきました。それでは早速、読ませていただきますね。斉藤81、都市の中央新聞社所属、C クラス職員のエージェント、人事ファイル未作成です。職員用のベランダで服を夜干ししながら聞いています。ブライト博士に質問なのですが、次に日本支部にいらっしゃるのはいつですか？ブライト博士の功績を見てから会いたくて会いたくて仕方がないんです。はい。ということで、ブライト氏に確認したところ、現在のところ日本支部に来る予定はない、もしそれを信じるなら、とのことでした。またエージェント、人事ファイル未作成、様宛てに、メッセージをいただいております。ガンダムを任されたからには貴様はパイロットなのだ。この船を守る義務がある。ふむ。全く意味がわかりませんが、エージェント、人事ファイル未作成、様には何か伝わっているのでしょうか。というわけでスキップ相談室は以上になります。今回ご相談をいただいたエージェント、人事ファイル未作成、様には、人気のテレビ番組、ボブルのキッチンサプライズ、の調理素材としてご紹介させていただきます。SCP-993 には、すでに職員寮のアドレスを伝えてありますので、到着まで楽しみにお待ちくださいね。それでは、皆様からのお悩み相談お待ちしております。またスキップの読み上げリクエストがございましたら本動画のコメント欄にご記入ください。なるべく、頑張ります。それでは今回は以上になります。それではまたミーム。